はい、皆さんこんにちは。はい、今日はですね、草刈り機を買ったので皆さんに紹介したいと思います。はい、この草刈り機ですね、1万4000円ぐらいでした。こちらの買えばも1枚追加して買ったんですよ。それと合わせて約1万4000円ぐらいでした。はい、安い草刈り機、比較的これ安い草刈り機なんですよね。まあ、比較的というか一番安い方にありました。はい、こういう草刈り機は使えるのかどうかというのをね、ちょっと検証してみたいと思ったのもあって買いました。はい、私ね、昔働いてた会社の時にね、会社の敷地内すごい広いんですけど、そこをね、草刈り機でよく、買ってました。はい、仕事で買ってました。その時はね、ガソリン、混合ガソリンを燃料にした草刈り機を使ってました。が、今ね、時代は変わったんですね。僕またそういう草刈り機なのかなと思っていろいろ探したら、これね、ここにある通り、はい、電源コード、コンセント挿してね、使えるんですよ。すごいですよね。だから途中で、あ、燃料が切れたとかがないんですよ。素晴らしいですよね。で、この電源コンセント挿すタイプと、さっきお話しした混合ガソリン入れるタイプと、あとですね、バッテリーを充電して、まあ、それが切れたらまた充電してと、取り外し可能なバッテリータイプあるんですけど、これね、僕一番使い勝手いいんじゃないかと思ったんですよ。もちろんコンセント短いと困るじゃないですか。これね、どっか書いてないかな。10メーターのね、延長コードもついてるんですよ。うん。通常このオレンジなんですかね。うん。で、10メーターの延長コードもついてるんで、まあ、10メートルだったら、まあ、ちょっと使ってないんでまだ何とも言えないんですけど、まあ、大体いけますよね。庭とかそういうところであれば。僕が、これを使って草を刈ろうと思ってるのは、ジムの駐車場なんで、まあ、10メーターならね、いけると思うんですよ。うん。こういうね、ちょっと安い、比較的安い草刈り機、どこまで使えるのか。でももしかしたらやっぱ安いものはダメなのか。もっとね、3万ぐらいのちゃんとしたやつじゃないとダメなのか。その辺を検証するためにも買ってみました。あ、それでですね、また後で、表というかも出しますけど、ここ書いてありますね。太い雑草もサクサク草刈りと、ハイパワー320ワット。これね、320ワットなんですけど、これは260だったかな。260ワットタイプだったかと、200ワットタイプだったかと、ごめんなさい、ちょっと詳しいの覚えてないんですけど、パワーが何段階かあったんですよ。うん。まあ、でも、この一番ハイパワーなのが 320W で、このコンセントタイプで、電源コードタイプで。で、まあ、それでも14000、まあ、このハイ入れてですけどね、だったんで、まあ、一番上の方がいいなと思ったんで、これにしました。はい、ちょっとね、失礼ながら個人的に歯がちょっと頼りないというかね、僕が昔その会社で使ってたね、以前所属というか働いていた会社で使ってた時の歯よりちょっとね、失礼ながらちょっと弱そうなんですよねだからちょっと不安もあるんですけど、それをね、これからね、草刈って実証したいと思います。どうですかね、組み立てるとことかいりますか、動画いりますかね。一応じゃあ、組み立てに入りたいと思います。ほっ、ヨガファイヤー。はい、というわけで組み立てていこうと思います。はい、よいしょ。まずね、開かないぞこうですね、はい、開きました。こんな感じですね。はい、はい、これがですね、本体ですね。あ、で、ついてるな、刃がついてますね。ね、手を切らないようにしてくださいね、皆さんね、組み立てるときね。はい、はい、そしてこれがこう、はい、あ、こうですね、はい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 、そしてこれどうするんだろう。お、
こうですかね。こうだよね、きっと。きっとこうだよね。いや、説明書がありますね。はいはいはい。ね、はい、というわけでですね、組み立て、非常に非常に非常に手こずりました。はい。ただね、取説も入ってるんで、普通の人であれば、スムーズに、まあ、10分ぐらいでできるんじゃないですかね。すいません、僕ね、30分ぐらいかかりました。これは、僕が不器用なだけであって、普通の知能の方であれば、10分もあればできると思います。僕は理解力も低くて、不器用なんで、32分かかってました。はい。ですね、完成形これです。はい。おそらく合ってると思います。はい。そしてですね、これ買う前に皆さんにお伝えしたいんですけど、僕今これ組み立てるときに、六角レンチと、プラスドライバー、マイナスドライバーを準備してたんですけど、親切ですね。親切って言っていいんですよね。それとも今のってこういうの買うと大体ついてくるのかな？まあ、まあなんか、懸垂台とかも確か、今思い出すと、工具ついてたから、まあ、ついてるのが標準なのかもしれないですけど、ちょっと僕はすごい親切さを感じましたね。六角レンチもね、プラスドライバーもね、ついてたんですよ。うん。で、さらにね、僕ね、この草刈りやるにあたって、目の保護具、まあ、ゴーグルって言えばいいんですかね。ゴーグルもね、買ってたんですよ。買ってたんですけど、ゴーグルもね、付属されてました。はい。実物を見てもらうと、あ、ちなみにこれが延長コードです。10メーター。長いですね。頼もしいです。はい。そして、まあこれがね、取説です、ね。これに詳しく書いてありますんで、僕みたいに不器用な人じゃなければ10分かかんないと思います。はい。これ工具ですね。これがね、プラスドライバーとちょっと大きく締めるやつ、ね。大きく締めるやつ。刃を締めるやつなんですけど、プラスドライバー入ってます。で、六角レンチもね、ついてます。ここについてるんですけど。あとこれ、ゴーグル。目の保護具ですね。草刈りした時ない人ちょっとわかんないかもしれないですけど、こうウィーンって切ってると小石が跳ねてくるんですよね。なので目に当たると危ないですよね。なので必ずゴーグルした方がいいです。これ専用の方がいいですよ。このなんですかね、この下までこうかぶってってもわかんないですけど、完全に目をこう隙間ないってことですね。普通のサングラスとかなんかだと下から入ってくる可能性あるし、割れたりすると怖いですね、逆にね。うん。なのでこういう専用ゴーグルを必ずつけましょう。あとこう半袖とかやるとここも石当たってきて痛いですし、万が一なんか転んだりして歯が、うわってなったら、もう血だらけになりますよね。まあ服着ててもそうだろうって言われたらそうなんですけど、でも服着てた方が少しでもやっぱダメージは少ないと思います、ね。あと手袋も必ずしましょう。あとね、長靴ですね。こう、細かい雑草がね、すごい靴にまとわりつくんですよ。なので、長靴履いた方がいいです。はい。というとこですかね。うん。あ、実際にちょっとじゃあね、電源入れてみますね。実際切ればいいんですけど、草を切ればいいんですけど、そういう話だとは思うんですけど、その前にちょっと試してみますね。電源入らなかったらちょっとびっくりしますけど、よいしょ。はい、これでちょっとやってみますよ、先にね。おっしゃ、ちょっとここから気を引き締めて、はい、ちょっとやってみますね。よいしょ。 こんな格好で本当はやっちゃいけないですからね。ちょっと今お試しだけなんで、ちょっといきますよ。いきますよ。おお。はい。組み立て間違ってなかったみたいです。とりあえず、まあ、このぐらいにしときますね。危ないんでね。はい。重さね、2.5 キロ。うん。重くないですね。うん、大人の男性であれば重くないと思います。まあ、ちょっと長い時間やってると重くなるのかな。手疲れるかもしれないですけど。うん。こういう感じでやります。はい。それでは、これから実際に雑草をサク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 、スパ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 、スパスパ、切っていきたいと思います。ちなみにですね、スペックはこんな感じです。はい。いろいろ書いてありますね。ワット数とか消費電力とか、カッターの大きさとかね、本体の重さとか、2.5 キロ。うん。なのでね、比較的軽い方だと思います。そんなに苦労はないと思います。あ、で、今更ですけどね、これで、ね、ヤマゼンっていう会社です。はい。で、型番は SBC の 320B です。はい。今更ながらですね。はい、スペックはこれです。はい。箱の横はこんな感じになってますね。はい。コンパクトに2つに分かれるんで、収納も、取らないと。ね。コンパクト収納できるよと書いてありますね。延長コード10メーターついてるよっても書いてありますね。はい。
Tiger Cut! Yoga Fire!